見える。仕方ないな。やるか。楽しめそうじゃん。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。ジャンプ攻撃はしっかりガード。投げるにはやや難しいか。飛びをガードして、さあ一気に壁際に連れ込んだ。空対空はバッチリ。プレイヤー1先に体力リードしていく。この投げは抜ける。ここはガードでしのぐ。両者次はどうする。めくりガード、これはいい形で入れ替えた。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。こかしてからの、プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯、粘れるか。ワンコンボ圏内が見えている。プレイヤー1、SA 発動。そしてこの SA は通らず、これは倒しきる。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。開幕から襲いかかった。受け止めながら、やっと噛み合ってしまった。ここは風水エンジンを選択。一気に勝負を決める気か。この距離で撃ってきた。この SA がターニングポイントとなるか。プレイヤー2、先手を取った優位を生かせるか。打たせて取る、鮮やかな差し返し。プレイヤー2、このドライブインパクトはガードさせて OK。 一息つけるか。相手の飛びはしっかり対処。ここから SA 発動。そして残りわずかな体力、ドライブゲージに命運を託すか。投げが決まった。ダウンから、さあ逆転を見ているか。カッパボンボダメージはしっかり足りている。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。まずは上から行くのか。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。投げる。プレイヤー2、激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。投げが決まった。食うか。この距離は弾飛ばれなければ超強力。互いにドライブできる。危険だ。画面中央でのせめぎ合い、激しいつばさに風水発動。さあ始まる。プレイヤー、さあこれは痛いぞ。ドライブリバーサルか。バウンドする。終わりかねない。今日ついてチャージ。タイプ端からは出さない。プレイヤー2、壁際 KO。 プレイヤー2、さすがの立ち回り。